はいどうも、ついちゃんことついのぞみです。はい、今回はですね、前回に引き続きじゃん、こちらのデカデカ鍋を使って第3弾の料理をやっていこうと思います。はい、ということで今回この大きい鍋で作るものはじゃん、大量の豚汁を作っていきたいと思います。はい、ということでまあうちはいつも家庭用の何お鍋で豚汁を作るんだけど、その中でも一番大きいお鍋で豚汁を作るのね。ただその大きいお鍋で作ってももう1日っていうかもう1回で食べきってしまうので、次の日の朝の豚汁が美味しかったりすると思うんですけど、なかなかね朝まで持つことがないんですよ。だから今回はこの大鍋で豚汁を作って明日の朝まで食べれるようにね、たくさん作っていこうと思います。はい、ということで今回もきっとね、私的にはもうボコボコ入れられるから、すごいすっきりストレス発散な料理になると思います。なので見てる皆さんもぜひね、気持ちよく見てもらえたら嬉しいなと思いますので、ぜひ興味のある方は最後までご覧ください。それではスタート。スジちゃん、それでは早速お肉を切っていきます。何キロ入れるんだろうこれ。550g と180と206だから、だいたい1キロ約1キロの豚バラを入れてきます。なんかさ、お祭りとかなんていうの、学校のちょっとしたイベントみたいな時とかさ、多分こういう大きいお鍋でね豚汁を作るんだけど、そんな感覚よね。さすがに私も本当にこのサイズの豚汁は作ったことないから、どうなんだろう、どんぐらい入るんだろう。でもね、結構前回のおでんでだいぶサイズ感が見えたと思う。でも分かんないんだよ本当に、毎回思うけど分かんないんだよ感覚が。いや逆になんか豚バラ1キロで足りんのかなとも思う。とりあえず1キロしかないから1キロいきます。ちょっとさ、なんかカメラが、とりあえず油を敷いて火にかける。これ何で炒めればいいんだろう。これもうさ、鍋に対してさ、これとかさ足りてないよ。とりあえずよし炒めていきつつ、よいしょ。はい、大根は2本いきます。本当にっていう、大根2個入るかな。大根2個入るかな。もうね、多分野菜を切るところは早送りで見た方がいいと思う。切ったものから入れていっちゃいます。はい、大根2本目いきます。よし。はい、そしたら次は人参を、大きめの人参を4本いきます。はい、人参4本入れます。はい、そしたらごぼう、よし、もうごぼうもこの感じでいく。よし、ごぼう、そしたらこんにゃく入れます。マジでやばい、マジやばい。ただあともちぎらずに切っちゃいます。入れます。やば、よし。はい、そしたらごぼうを入れます。, 笑っちゃうかもしれん。よいしょ。
はい、とりあえず中身的にはこんな感じです。で、お鍋で言うと今これぐらい、これぐらいまで今具が入ってる状態です。で、あとはここに具的にはお豆腐入れていきます。具的にはそうね、あとお豆腐を入れるぐらいなので、すごいいい感じかと思います。ただまだあの人参とか、あとごぼうとか、まだ大根も半分あるので、ちょっと炒めて煮込んでみて、もうちょっといけそうだなと思ったら具をね足していきたいと思うんですけど、あんま調子に乗ると良くない傾向があるので、とこのまま炒めて水入れてコトコト煮込んでいきたいと思います。でもめっちゃいい感じだよ、めっちゃいい感じなので、お水入れてきます。できた、できたよ、よいよ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 、パン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 だけど、マジで動画だと伝わんないんだよな、この凄さ。肉眼で見ると結構ボリューミーなんだけど、どうなんだろう。で、ここにちょっと私流の味付けをしていきます。私はね、みりんを豚汁とか味噌汁とかに入れるんだけど、蜂蜜でも美味しい。ただないちょっとしかない。蜂蜜あったかな。あ、みりん、みりん、いたいたいた、みりん足します。はい、そして本だし入れます。本だしとかの感覚わかんないんだけど、どうしよう。もうとりあえずとりあえずだし、本だし、オッケー。何リットルあるの、わかんない。こうやって取った方がわかりそう。これ動かしてみていいの。はい、で豆腐入れます。はい、で豆腐を入れます。それやってみてみて、これもうわかんないよね。よし、なんかさ、魔女がさ、ねるねるねるねみたいなさ、魔女がこうなんか混ぜてるやつ、うん、もうあとこのままコトコト煮込んでいくしかない。動画じゃ伝わんなくない、うん、動画よりさ、このどうやって伝わる、どうやったら迫力満点に、私の手と比べればいいの、何と比べればいいの、顔変わんない、めっちゃ熱いんだけど。え、何と比べればいい、これかな、ベーキングパウダー。どう、もうなんかちっちゃく見える、なんかね、悔しいわ。しかもなんか美味しそうじゃないよ。でも上だけじゃん、上のアクがね、もうさ、ごぼうもでかすぎるよね。うつぼかと思った、うつぼアンチなの今日うつぼと言われたよ。まあでかすぎたわ、まあまあまあいいでしょう。 OK、 はい、そしたらとりあえずいい感じに火が通ったので味噌を入れます。これ1個いってみよう。いっちゃっていいよね、きっと。ワンパック、ワンパック、ワンパックもあれかな、いらないかな、怖いんだけど味噌をワンパック入れるって。え、全部入れるの、わかんないよね。わかんない、量的にワンパックいくかなって。怖くない、多分これ映像で見てたら怖いよね。怖い、そんだけ味噌入れてんの。熱っ。あ、でももうちょい、もうちょいね、いい気がする。あ、長ネギ入れんの忘れた。ネギいるよね、野菜室。うん、これか。イエス、やっぱ色味が必要よ、ネギ。完璧な気がする。ほら、いいよいいよ。どうよ、できた。あー、色はいいね、良いよね、良い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 、味も良いよ。できた、できた。これ何倍ぐらいあるんだろう、何倍ぐらい、50持ったんじゃない、うん、明日まで持つね、これ明日の美味しいよ。でもうちいつも明日まで持たないからさ、とりあえずこんな感じで大鍋で3度目の正直と言っていいほど多分大成功した料理になったと思います。
え、多分ね、普通に食べきれる。普通に美味しく、おでんとかひじきとかよりも。これはマジで多分今後も動画とか関係なく豚汁はこれで行った方がうちには合ってるんだなってちょっと思ったから、これはこれで今後も活用して買っていこうと思います。はい、ということでバッシーに食べてもらおう。ちょっとでもまだね、味が染みてないけど、いい？でも下も何もないよ。大根がまだあれかもしれん。味薄かったり言って。はい、もういる。ちょっと大根が若干ちょっと具がいらないって豚汁じゃないじゃん。2杯よそっても減らない。2杯なんかじゃ何にも変わらない。とりあえずね、もうちょっと一回このまま味を入れて夕飯に食べたいと思います。はい、ということで今回もお鍋を使って我が家の一品作ってみました。この動画が好評であればまたね、次はねシチューとか、これでね、シチュー、カレー、あとなんだろう。いや、それこそちょっとコメント欄でこの大鍋でやってもらいたい料理っていうのをちょっと募集したいなと思います。何も来ないんだね。何も来ない、なんかちょうだい。はい、ということでまた今後もね、引き続きやっていこうと思うので、この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。そして私はブログとインスタ、そして TikTok やってますので、概要欄の方からチェックしてみてください。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。